天井ンは南ウェールズにあるブレコンビーコンズ国立公園の最高峰の山である。標高は海抜886メートルで南ウェールズのブレコンビーコンズ山地の中でも有数の高さである。山頂は a 4 7十号線から見て東側、タリーボンと貯水池の西側にあり、峰の東側は急峻な地形が続き、クリビンに連なる暗部に至る。コーンディからは なだらかな斜面が続き南にあるマーサー・ティドビルへと下る。ペンイワンは氷河で覆われた旧赤色砂岩場にある。ファンダンスとはイギリス陸軍の特殊部隊 SAS がブレコンビーコンズ国立公園にて実施する新隊員、選抜訓練の通称である。夏と冬の年に回実施される。冬季の選抜訓練中には遭難とそれによる低体温症で教官が死亡し、 カキは熱中症で死亡した事例などもある過酷な訓練である。登山口であるストリーアームズから山頂に至る道の途中にある記念碑で1900年8月に死亡した当時5歳の男子を忍んでその発見場所に建てられた。トミーは8月4日に遭難し、捜索の末9月に発見されたが低体温症が原因で死亡した。 1980年には本件をテーマとした映画が作られた。ありがとうございます。